どうも、エルザです。それではファイアーエムブレム風化雪月やっていきたいと思います。先生、エーデルガルトは来るだろうか。来ないかなと思うけど、まあ来るでしょ、話的には。あら、久しぶりね、先生。それにディミトリ。エーデルガルト、本当に応じてくれるとはな。ただの気まぐれよ。それで何を話したいの？単刀直入に聞く。君はなぜこんな戦争を起こした？無駄な犠牲を生むような方法を取らずとも国家の在り方を変えることはできたはずだ。それが最も犠牲が少ないからよ。わからない？わかるものか。現にこの戦いで数え切れぬほどの人が命を落としてきた。変革に時間がかかるほど今の歪んだ世に生み落とされる犠牲者は増えていくわ。戦争の犠牲者とそれとを天秤にかけて私は前者を生むことを選んだ。それが最善の道だと私は思っている。戦火にあえぐ民衆の顔を見てもなお彼らに未来のために命を投げ打てと強いるのか。弱い者の持たざる者の悲鳴に耳を貸さず戦に血みちを上げ続ける。そんなやり方では結局強者が弱者を支配する構造を変えることはできない。そんなことはない。その構造を私は破壊し尽くそうとしているのよ。それでも弱者が変わらず弱者であろうというのであればそれはただの甘えだわ。そうだな。君のような強い人間ならばそんなことが言えるのかもしれない。だがそれを他者に強いるな。人は君が思うほど強い生き物じゃない。信仰にすがらねば生きられぬ者も生きる目的を失ったまま歩き出せない者もいる。君のやり方では彼らは決して救えない。それは強い者のための強い者のやり方だ。私が強い者だというのね。あなたは信仰にすがろうと女神は答えてくれない。目的を失ったままさらに多くのものを失う。私はそうして死んでいった者のうちの一人だというのに。だからこそ私は弱き者に代わってこの世界を正す必要がある。君は女神にでもなるつもりなのか。心折れた者から立ち上がる力も奪うのか。世界の在り方を変えるのは君主ではない。この大地に生きる一人一人の人間だ。己の正義と理想と民草の一人にまで押し付けるの、それはただの独善だ。独善でも誰かが立たねばならないの。この血塗られた歴史を終わらせるために。君は何一つ信じてはいないんだな。手を取り合い立ち上がる人の力を。人は弱い生き物だ。だが他者と助け合い支え合い正道を選べる生き物でもある。人はそういう生き方ができるのだと俺は先生に皆に教えられた。あなたのような持つ者には持たざる者の気持ちがわからないのでしょうね。おかしな話、ようやくあなたの気持ちを少し理解できたけれど、だからこそわかるわ。私たちは互いに理解し合えぬと。そうだな。俺も同じ思いだ。君の正しさをようやく理解できた。さようなら、ディミトリ。話はこれで終わりよ。待て、エーデルガルト。君に返さねばならないものがある。君は君の望む未来を切り開けばいい。俺もそれに答えよう、エル。エル、本当に帰ってしまうんだな。仕方ないじゃない。私だって急で驚いてるのよ、エル。そうだ、これを。エル、
どんな苦しい時でも負けてはダメだ。君の望む未来を切り開くんだ。これは探検？なんでこんなもの？え？あ、いや、ごめん。これしか思いつかなくて。エーデルガルト、何をしている？時間だ。早く馬車に乗れ。ごめんなさい、おじさま。私、行かなくちゃ。思い出した。あなた、あの時、探検をくれた。あの時は悪かったな。もっと君の喜びそうなものを送るべきだった。そうね。あの時の私は物騒な贈り物に慌てふためいて、ろくな返事もせずに去ってしまった。そしてそれきり会えなかった。そうだったな。後味の悪い思いをした。儚い思い出話ね、ディミトリー。あの頃の私はもういないのよ。でも、あの時に言えなかったことを伝えておくわ。ありがとう。あなたのおかげで、私の心はくじけなかった。あとは、戦いで決着をつけましょう。ファーガスの王よ。私は皇帝として、あなたたちを帝都で待っている。まあやっぱ難しい感じだったね。さあ、決意を前にエルザは墓地を訪れたと。ほう。さあ、ということは、あのイベントかな。すまんな。これ以上一緒にいてやれそうにない。いつかお前にも大切な人ができたら、この指輪を送ってやるといい。さあ、結構イベントやけど。やっぱ親密度とか支援度上げてないから、一人しかいないね。ソティスだけか。いやまさかね、選択あれば、いやでも一人でいいですってなるところだったけど、もうそもそも一人でいいですみたいなね。まあ一応ソティスにしとこっかな。そう、結婚イベントはまああんな感じでしたね。本当は選ぶとまた会話変わるんだろうけどね。やっていきましょう。アンバル総力戦。メリセデスを落とした一行はいよいよ帝国の本拠アンバルへと迫る。帝国軍は市街に軍を展開し徹底抗戦を構え見せた。見て、かつてない激戦の予感に皆が覚悟を決めるということで、最後いきますか。王国西部と旧同盟領より新たな兵力が集結。再編を完了した王国軍は帝都アンバルへと進軍した。襲来した王国軍を迎え撃つべく、皇帝エーデルガルトは腹心ヒューベルトに出陣を命令。市街にて両軍が激突する。アンバル総力戦。じゃあやっていきますか。エピソード21と、ユニットはまあディミトリ外せんやろうな。イジタク。さあ配置はどんな感じになるかな。結構楽だといけど、なんか見た感じ離れてそうな感じなんだけど、だよね、近くいないもんね。セーブして、やっぱマップ見ようかな。どこいる？花。マジか。マジか、ほぼ積みじゃん。だって騎馬兵いるでしょ。移動したとして機動力低いからね。いやー、どうだろう、ディミトリが避けるかどうかでこのクエストを積むかどうかが変わるな。生存次第だ。できるだけで主人公で潰しに行きたいね。条件は敵将の撃破。敵将か。
帝都の門は破った。全軍なだれ込め。皇帝はすぐそこだ。どうやら帝国軍は市外に布陣している様子。討滅し宮城への道を開くとしましょう。ヒューベルトか。ヒューベルトを倒せばとりあえず人を殺し続ける王が次にはいける。せいぜい手厚く考えて。結構大型もいるな。投石機各砲台、敵が射程に入り次第攻撃。とりあえずディミトリー生存させて、手を緩めぬようどうやって来させるかとか、まあ生存してから考えるか。遠距離系がいるんだよね。任せてくれ。さあディミトリをとりあえず逃がして様子見るか。いや絶対も届くんだよな。ねえ主人公をとりあえず近づけて。だよね。これは骨折られるかもな。いやーやっぱ辛いね。でちょっとディミトリーの装備を変えたかったんで、ディミトリーにとりあえず、銀の盾だったかなを持たせてちょっと耐久値上げてます。戦場を広く見なくても。あ、装備禁止はやってないんでね。とりあえず任せてくれ。ディミトリーが何かしら生存して多分倒せないと思うね。能力的レベルも低いし耐えてくれれば。お、耐えたね。そしたら、先にそうやつ潰して。よし勝てたね。気をつけてくれよ。でディミトリーを逃げさせて、この場所で増獄かな。あー耐えれたね。のけばのけば。このあと厳しいね。まあそうだよね。やっぱダメか。多分配置とかが問題なければいけるはず。なんか1手目そうだね。多分弓にしとくのが肝かな。とりあえず反撃して潰せるときに潰しておかないとっていう気がするね。任せてくれ。あとはディミトリの生存の高さかな。多分さっき回復してたら生き残ってたんじゃないかなとは思うんだけど。先に、倒して、でさらに奥に移動して、まあ一応これで反撃の準備はできた。ディミトリーに回復アイテム持たせて、でどうかな、とりあえず回復させて、ここで動きがどうなるかだね。弓兵倒す。これは倒せなくてもやね。さあ騎馬隊、騎馬兵倒す。反撃で倒せた。乗せれれば一応ベストなんだけどね。ライフは削れてないから、一旦かけるか。よし勝てたね。
よし、とりあえず生き残った。多分後ろでまた捨てて引きつけるだけでいいような気がするんだよね。耳で被弾させといて、お、クリカル出た。ありがたいね。この状態で。これで戦況が動く。で右側処理。で、縦になるからこの状態でディミトリ上に上げて。何事も。やっぱディミトリ狙いに来たか。まあ危なかったね。さあこれでそのまま、一旦待つか、様子見で。攻撃を受けてないね。経験値稼ぎながらレベル上げていきますか。ライフが高いのは本当助かるからね。中央から魔法兵が来てる。下げる。あえて前に出てちょっと近づけさせようかな。機動力はどうにかなるからね。上の方行くか。じゃないとディミトリがちょっと危ないかもしれない。マジか。ってなると確実に盾にならねえかんね。さあまあ一つ、多分マス的にこれ、いや飛んでるから来れるかな、ディミトリのところまで。いや来なかったね。あ、これはラッキーだね。あ、かといってめっちゃ飛んできてる。めちゃくちゃやべえな。ここやね。うん、盾になろう。よし、勝てたね。これで戦況が動く。なんとか、ヒューベルトのところまで来ましたね。いやー、長かった。長かったなー、マジで。
終わりだね。いやー、オーバーキルやね。ステージクリア。大変アンバル、まあ、28ターンだったけどやっぱ泣きな。各小隊は帝都市街の制圧に向かえ。無用な殺戮と略奪は避けろ。いいな。ほっ。エーデルガルトが待っている。本体はこのまま球場へと進軍するぞ。とうとうここまで来たか。そうだ、本当に長い戦いだった。ここまで来られたのはお前の、いや、そういうことを言うのはこの戦いが終わってからにしよう。俺たちはこのまま奴を追って進軍する。皇帝を討ち、この戦を終わらせるぞ。殿下、お供いたしましょう。俺の命、好きにお使いください。勝ってみんなで一緒に帰りましょうね。私も精一杯頑張りますから。騎士の誇りにかけて必ずや勝利をつかみ取ってみせましょう。きっと女神様も見守っていてくださるわ。みんなで無事に帰りましょうね。僕は僕にできることを果たします。ファーガスに生きる一人の民として。ここが正念場ってやつですか。せいぜい気張れよな大将。皇帝への道は開いてやる。お前は王としての責任を果たせ。ああ、俺は、俺たちは絶対に勝つ。進軍せよ。そろそろね。はい、間もなく変調が訪れましょう。しかしあなたが気に病む必要はないわ。それに今さら後戻りはできない。さあ持ち場へ行って。ここにいては万一があるかもしれない。承知いたしました。この程度の痛み、あの頃を思えば。草月の章、水雨の説、探検の誓い。アンバル市街にて帝国軍を粉砕した王国軍は、エーデルガルトの夜、宮城へと攻めかかる。待ち受けていたのは、禍々しくその姿を変えた、破骸エーデルガルトだった。市街の軍は壊滅した。彼女を撃てばこの戦争は終わる。だが彼女はあくまでも最後まで戦い続けるつもりなのだろう。この結末が彼女の選択だというのなら、俺にはそれに応えてやる義務がある。そうだよな、アドラステアの皇帝よ。俺たちは憎み合い、喰らい合うしかない。そういう運命のもとに生まれたんだ。だから俺はこの槍で
彼女の意志に応えよう。あなたの命は必ず守ります。生きて帰りましょう陛下。ここで王が倒れては父や兄の死の意味が失われようというものだな。ロナート様、兄さん、みんな、僕は絶対に負けません。ま、こんなところで死のうもんなら兄上にも申し訳が立たないしな。先生、ニミトリ、みんな大丈夫よ、きっと勝てるわ。どんな相手だろうと私は絶対ひるんだりしない。この戦いで命を落としていった人々のために負けるわけにはいきません。加藤。あ、行こう、最後の戦いだ。来たか、我が歩みは何人たりと止められない。戦いの終わりはどちらかの滅び、世界の王はたった一人なのだから。いやーてかエーデルガルトがやべえね、見た目がね、なかなかもう人外やね。そこまでして勝ちたいって言われてだろうけど、なんとも言えんところやな。で、最後の最後でディミトリと一緒にっていう感じだね。あんまり一人で動くっていうクエストはほぼほぼなかったね。まあこれも最後なんで、どうにかクリアできるよう頑張っていきますか。まあターン数制限も多分ないんで、マックス99だろうけどね。それまでにはのんびりしててもなんとか倒せるでしょう。武器もちょっと前提用意したりとかいろいろちょっと用意しとこうかな。何があるか分かんないからね。玉座の間だろう。一気に。あの魔導士たち、帝国軍の兵装ではないようです。我らの大望、獣どもに阻まれてなるものか。なんか怪しいのがいったね。ボーアイなんだろうね。戦場を広く見なくても、わざわざ言うってことはだよね。で、意外と射程があるんだな、魔法。こっちかな。まあ、ちょっと右って様子見任せてくれ。ちょっと下げておいて。あなたを愛すると私は見る。超遠距離攻撃、マジか、やべえじゃん。この攻撃どこから。わからない以上避ける術もない。注意して戦えとしか言いようがないか。みんな部隊の消耗に気を配れ。そうだね、部隊にしてるとやばそうやな。みんなを導かなくても。
避けるべきだと。階段を制圧し、増援の到着を阻みましょう。あの異形、エーデルガルトなのか。あんな姿になってまで彼女が未来を切り開くために戦うというのなら、俺は命に代えても彼女を倒す。かけがえのない今を守るために。よし、勝てたね。ここをしのげば。いやー、意外と的を減るわ。
皆を導かなくては。いや距離感めっちゃめんどくさいな。目の前の犠牲にとらわれ、未来の犠牲に考えが及ばぬ愚者を放任。すべての過去を踏み潰し、我々は前へ進む。あーでもまだ右側大量にいるな。これで戦況が動く。これもちょっとうまいこと片付けないと一気に逆転されるね。てか戦闘を長引かせるわけにはいきません。いやそれはそれでちょっとここをしのげばどうにかしたい。ちょっと一旦下がろう。いやーなんとか右側を処理してっていう感じだね。あとはエーゼルガルトを残すのみと、あーキラーボン、セーナルや、銀の剣、サンダーソードね。ダメージ当たるかな。その問題はね、攻撃してそのカウンターか、カウンターと反撃と
そうね、相手のターンが来た時にどんだけこっちが耐えれるかなんだよね。ちょっと武器いろいろ片付けるか。攻撃してみよう。そんなにやり、そんな効かんね。弓はどうだ。それも47、そんな効かんか。天帝は効くね。問題はその、どんぐらい回復するのか、そこら辺があるからだよね。できるなー。手入れた。珍しいね。舞台がないからちょっと不安しはしてたけど。23。マジか。確実に一発を上回ってるね。ということは、攻撃して反撃のところかな。てか、クリティカル出るのかな。それだけ気になるけど、ちょっと出たり戻ったり。してみようか。戦場を広く見なくても戦場を広く見なくても
うん、なんか微妙。サンダーソードどう？あ、全然やね。まさかの全然やったね。あ、間違えた。まあ、ちょっと反撃できるの。それで削れるかちょっと見てみよう。なんか犬ないかな。勇者の剣、ああ、ちょっと試してみるか。さあ、掛け音。ああ、やっぱスワイパー高いからね。全部当たる？あ、全弾ヒットしたね。いいね。一旦引く。ちょっと相手低いしね。戦場を広く見なくては。戦場を広く見なくては。
これでいけるか。避けた。こっから。に当たんねー。3で4発目は当たんねー。当たらんのか。はい、もうカウンターやね。反撃でどうにか倒したい。2発は出るから。あー足りない。今度こそ4発限定。あー、いけなくはないが、外したら怖えなーっていう。1、お、いやー倒した。君の負けだ、エーデルガルト。さあ、ステージクリア98ターン。道理で長いわけや、まあ、かなりのんびりしてたね。歴史は時のよすがをたどり、フォドラの大地に新たな炎が灯される。帝都アンバルが陥落し、アドラステア帝国は滅亡した。ここに5年半に及んだ戦乱は収束し、次なる時代が幕を開けたのである。フォドラはファーガス神聖王国の名のもとに統一され、セーロス聖教会は帝都から救出されたレアの大司教を引退に伴い、運営組織の再編が進められた。ディミトリはファーガス神聖王国の王座を正式に継ぎ、旧帝国領、旧同盟領の諸侯をもまとめて新たな治世に踏み出す。弱者が虐げられることのない太平の世を目指し、聖道を歩む国王を支えたのは聖教会の新たなる大司教だったという。戦争が終わった。だが、すべてはこれからだ。なんだ、すべてはこれからだ。お、外出てくんのか。まあ、でも幻だろうね。お主、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 一人で格好つけて黄昏をって。どう
瀬橋の存在なぞすっかり忘れておったのであろう。消えると言った。ジョゴ、いつでもお主と共におるとも言うたぞ。それとも欠片も残さず消えてなくなってしまった方がよかったか。うん、お主が寂しそうにしておるからこうして戻ってきてやったのじゃ。あー、じゃあ寂しかったと言っておくか。そうじゃろう、そうじゃろう。ま、わしがおるから泣くでないぞ。しかしよくやったの。もちろんお主を信じてお主と一つになったわけじゃが、ここまでのことをなすとはまったく予想外じゃったわ。一度死にかけたしの。うん、たくさんあるけど、まああれは危なかったというふうにしとこうか。危なかったではないわ。本にお主はのんきなのじゃから。まあ終わりよければすべてよしということじゃな。なんじゃそれは。いや、指輪なのは分かっておるが、誰に渡すつもりで用意したんじゃ。お主気づいたら持っていた。そんなわけがあるか。いや、まさかわしの思いが真相でこやつの行動に影響して。うん、これではわしがこやつとちぎりたいと思うほどこやつのことを好いておるということになるではないか。ちぎりたいほど好いている。受け取る。なんで疑問詞なんだろうね。何しろわしとお主は心の奥深くで一つにつながっておる。これはもう一生添い遂げる相手みたいなものじゃろ。お主の胸の内にある石はもはや飾りじゃ。わしはお主の本当の心の中に存在しておるのじゃ。レーターなのにどうやって渡せば。ん、わしに渡したつもりで自分の指にでもつけておけばよかろう。一心で渡せばいいか。はあ、わしとお主は離れようがないからの。分かっておるか。いついかなる時も何が起ころうとも誰よりもお主の近くにおるのじゃ。わしはお主を思うておる。お主がわしを思うておるのもわかる。自分もわかる。そうじゃな。もはやわしらの間で隠し事はできん。お主が滅びる時がわしの滅びる時、世の終わりまで共に旅しようぞ。楽しいのお主。ずっと話せなんだから言いたいことが溜まっておるのじゃ。まずはあれじゃ、お主、わしが前に言うておったじゃろ。あれほど油断してはならぬと言ったのに、まったくお主というやつはいつまでなんでもせんじゃ。はあ、最後あの特別なイラストが出るんだね。マジか。いやいやいや、まあまあまあ、とりあえず結婚という形はこんな感じになりますが、無事
クリアですね。はい、戦績が流れてという感じかな。戦績やばいやろね。ターン数はそれにかかったけど、まあ、無事、ファイアーエンブレムハード一人旅クリアというところです。さあそうだね、ここで多分いろいろ戦績が出るのかな、生きてるかどうかとか後日ターンが流れるところですが、まあクリアした感想ということで、まあ、ファイアーエンブレムは覚醒以来か僕自身は久しぶりしまして、で、まあ、結構ね長いスパンやりましたけど、うわー、ハード一人旅は一発目するもんじゃないね。まあ、ストーリー的に面白いし、まあ、主人公をひたすら鍛えるというか、まあ、レベル上げがね、無限にできるわけじゃないんで、ハードは。限られた単内で、スキルとかね、そのあたりっていうのは結構苦労したなって感じですね。一番難しかったのは、5年後に飛ぶ前だね。教師の最後の一戦と、復活してからの一戦か、中盤戦ぐらいです。中盤というか第1章第2章の入れ替わりですね。あそこが一番辛かったんやってて、特に第2章の頭がね一番難しかったかな。最後に関してはどうにかしのげれるっていうか、それぞれレベルっていうか主人公のレベルも上がってるし、アイテムも潤沢だしいいんだけど、やっぱ味方がね強制的に多いシーンっていうのはかなり辛かったね。いやー、まあ無事さあね、なんか何個か鬼門があるよって言われてたんですけど、なんとか無事全部クリアということで、まあ無事終わったなという感じです。で、まあ残りエンディングが、3つあるらしいのですが、その3つは、まあ、プライベートの方でやっていこうかなという感じで、まあ、今回僕の配信をする方としてはファイアーエムブレム風化雪月は終わりとなります。で、まあエンディングで、それぞれどうなったか見たい方は、まあ、このまま流しておくので読んでみてください。
やー999章はやばかったね。まあそれ以上だろうけどね、本当はあそこまでしないんだよね、カンストしたね。いやー、はい、ということで、スタート画面ソティスが出るようになりましたね。いやークリア得点といったところでしょうか。まあそうですね、今回で、僕の配信ファイアエムレム風化雪月は終わりとなります。まあまた気が向けば配信するかもしれないですが、まあとりあえず今回はここまで、というふうにしたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた別のゲームの世界でお会いしましょう。ほんじゃあまたな。